ちゃいけないよ。また隠れんぼしようね。どうもということでございまして、ゆいせいさんです。はい、はい。今日はですね、東久留米にあります、お店にですね、ゆいせいさんが2人店をやってるということで、僕は遊びに来ました。今日から僕さん、ゆいせい2人店を2つに、はい、編集していただいて、はい、アップしてもらうっていう、はい、そういうお願いで、なんかね、そう、はい、いつもお世話になってるんで、いろんなね、12作品ゆいせいさんと今まで映画作って、で、もう次で13、あれ13作目ですね。13って不吉な数字でもあり、不吉じゃない数字でもありって、なんか両方意味あるみたいですけど。ホラーでしょうかね。ホラーにします？いや、どうだもう。いや別にそれジャンルは何でもいいですけど、女の子はちょっぴりホラー、ちょっぴりホラーなんですね。とっても不思議な絵だと思うんですけど、これどういうふうに見えますか？ね、豊かな男なんですよね。はい、何が豊かっていうと、心が豊かなんですよ。心が豊かな男の人の瞳が、目がこうなんですよ。あ、清川さんの心の豊かな目はこういう目なんだと。なるほど、不思議でしょ。非常に不思議と思いました。はいはい、これは私が書いた本に、ゆいせいが書いたんですけど、あのね、これはね、地球じゃないんですよ。あ、これ、これ地球じゃないの。衛星が3つあるじゃん、衛星。ああ、そういうことか。地球3つある、衛星が3つある星なんて。どこの地球は、衛星は地球が1つだけど、どっかの星で猫と人間しか住んでない。ああ、ああ。ミルフクロウとか、そういう星は。ちょっと待って。猫と人間しか住んでないのに、フクロウがいる。フクロウがいるんですね。プラスアルファ。猫と人間が主で、フクロウもいた。一応猫はいると。うん、猫と人間はいると。フクロウもいますよ。フクロウもいたんで言うんだけど、これしかいない。松崎くんが主役の春の男で、ああ、これはあれか、はいはい、映画の絵です。あ、なるほどね。あれ僕なんですね。春の男の最後ラストシーンに使った、はいはいはい、あ、これでしたっけ、使ったやつ、はい、そっか、はい、自分の映画だからちょっと思い入れが僕は強いですよ、これ。自分が主演の映画の作品を、はい、一緒に生きてと9日後で2人で。あー、なるほど。ウサギの隣にいるの何ですか、これ。うん、これ赤いね、この動物、生物がね、あちこちにいるんですよ。6本ありますよ、足が。足が6本あって赤いの。うん、これね、ウサギでしょ。コウキだって言ってたんですけど、この赤い動物。これコウキさんなんですか。私はコウキだって言ったらコウキは笑うんですけど、六本足の動物、これコウキなんですよ。まあ、こっちにも、他にもいるんですよ。え、あ、います。いた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 。これ人間の代わりなんですよ。これは弟で、こっち弟のお嫁さんで。これ兵器。負けた、一回で負けた兵器。あ、本当だ。でもこれ4本ですよ。え、6本じゃないですよ、4本ですよ。ちょっとあの、そう、人間の代わりに6本足の赤い動物作ったんです。これコウキ、これ弟の嫁さん、はいはい、あ、それぞれ違うんですね。そう、全然別の絵なのに。そう、存在してるんですね。この赤いの何ですか、これ。赤いのベルト鎖。あ、そういうことか。別にこれ貫通してるわけじゃないですね。顔見てください、顔。はい、顔はね、可愛いんですよ。甘えたくて、しょうがない顔してるんですよ。うんうんうん、こういう犬がいたんですよ、こう。あ、はいはい、なるほど。そう、スモールの木って言って、スモールの木の絵をリビングの西に飾ると、はい、家庭が平和になるという。なるほど。すべては、説明しませんでしたけど、清川さんと星野雄生の2人展はこんな感じでブドウの里で、やらせていただきました。あちらにいるのが本庁のブドウの里の本庁の門前さんです。はい、すみません。どうもありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、こちらも嬉しいです。あとね、このお店ではいろんな人がね、工芸
品なんか自分であれですね、作品作ったりして自分で作ったオリジナル作品を販売したりとか、そういうことをゆうせさん普段やってるっていうことなんですよ。初めて知りましたけど、僕あのプライベートな部分は今日一つまた分かったということで、はい、まあ、そんなことでね、まあ、こういういろんなね表現あるんだぞっていう感じでね楽しんでもらえたらと思ってます。またゆうせいさん作品期待してる方見たい、また見たいっていう方はですね、楽しみにしててくださいということで、またよろしくお願いいたします。お願いします。はい、チャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。